さてと、昨日もここまではうまくいってたのよね。動物の顔を彫るって結構難しいみたい。でも何度も失敗したおかげでコツがつかめてきた。今日こそうまくいく気がする。さて、気持ちを落ち着かせて、いざ。メロンが、もう一体誰よこのタイミングで。はい、石川ですけど。あ、警察？なんで、石川陸は私の兄ですけど。え、ファミレスに強盗？発砲事件？はあ、疲れた。せっかく事件を解決してやったというのに、警察ってのは頭が固いわね。これから大変なのは君の方だよ。そうですよ先輩、どうするつもりなんですか、あのお姉ちゃんもどき。向こうはバイト先してるんだから、また会いに来ますよ。外見は似てたけど、でも性格はだいぶ違うと思うわよ。そうです、あんなズベタが私のお姉ちゃんになるなんて絶対に認めませんから。でもちょっとだけ本気になってたでしょう。あの時の君は本気だった。だからあの強盗を騙すことができたんじゃないの。あの子は相葉都であって天塚美空じゃないんです。そうですよね。お姉ちゃんとの失われた時間を埋めるためにあの美也子って女と付き合うつもりなら、私先輩のこと軽蔑しますから。そう、別にいいんじゃないの。え、陸にしては珍しく自分から女の子に興味持ったんだから、そのまま突き進んでみたらいいんじゃないかな。何言ってるんですか、そんなのお姉ちゃんに対する侮辱ですよ。スースー、死者は何も言わないよ。ダメになったら別れたらいい。せっかく向こうがOKしたんだから付き合ってみればいいよ。反対反対、お姉ちゃんの代用に他の女の子と付き合うなんて不健全だと思います。確かにそうだけどね、でもその不健全に陥るかどうか付き合ってみないとわからないよ。繰り返すけど、すず、あの子は都であって美空じゃないんだ。だから陸が相手を相葉都として付き合うことができれば、そこから陸の女気のない人生が変わるかもしれないでしょ。そのために付き合うきっかけが過去の思い出を埋めることから始まったとしても私は構わないと思うんだよね。そんなの余計納得できない。私たちにとってお姉ちゃんは永遠なんです。世に永遠に生きるものなしだよ。スズン、君もいい加減姉離れしなさい。お姉ちゃんの代わりがあんな名前を反対にしたら死休になる女なんて絶対に認めないから。そここだわるとこ。お兄ちゃん、大丈夫なの。お兄ちゃん無事なの。怪我してない。保険証忘れてない。だって警察から電話があって怪我したって言ってたから。警察署の方に行ったら病院に
ったっていうし、病院の受付はすでに帰ったっていうし、散々探し回ってようやく追いついたんだから。で、どこ怪我したの？見た目は大丈夫そうに見えたけど。カレン、怪我したのはこの子。カレンたら、私のこと、私のことそんなに心配してくれたんだ。スズ？疾患が帰る途中に転んだ拍子に手をついて、それでくじいただけなんだよね。それじゃあ私は何のために。カレン、いつもパクチー臭いとか言ってごめんよ。だから私のソウルフードをバカにするの。でもカレンもいいところあるわね。リクが心配で必死に探し回るなんて。抱きつくな。私は全然好きじゃない。キモい、暑苦しい、離れろ。私ももう味音痴の味覚障害よんなって言わないようにするから。言ってないでしょ、そんなこと思ってたの。私は好きだけどな。恋愛まで選択肢一つ。